引退試合というか最後の試合になる。目標はもちろんやって日本一。ストップ。はい。最高ですね。あやめみよし from Kamotaro, Gifu Prefecture. She started kendo at the age of 6. Elementary school, junior high school, university, and works team. She has been living with kendo. She is currently the captain of Panasonic Tokyo. She has a spectacular career.She will be retiring after attending championship in March. We looked back her career and caught up with her to her retirement. この間でもやっぱ打ち切るっていう姿勢がないと本番にやっぱ伸びないからね。そうですね、目標はもちろんやっぱり優勝日本一っていうところで、私が入社してから全日本実業団では2位までしか行ったことがなくて、優勝っていうのをやっぱりどうしても欲しいので、そうですね、やっぱり、もちろん試合を意識して稽古するっていうのはそうなんですけど、どうしてもやっぱ試合の時と稽古の時って意識はしてても動きって変わってくると私は思ってるので、稽古にの中では稽古の中でどこを気をつけなきゃいけないとか、今自分に何が足りてないとか、試合でどういう技が出してないっていうのを意識してて、で試合の時は試合の時でその積み重ねが出ればいいと思ってるので、今足りないことは何かとか、そういうのを考えてやってます。今取り組んでいることと、試合前に取り組んでいることって何か変えてることってありますか？時間がまだあるときは本当に細かいところとか基礎的なところから見直したりはするんですけれども、試合が近くなればなるほどやっぱりより実戦に近い動きができできるようにしたりとか。三好さんの得意技って小手と胴だとは思ってます。はい、っていうのはもう仕掛けていって手元を上げたところを、そうですね、どちらかというと相手が来るところを抑えるっていうのもありますけど、自分から仕掛けていくっていうのの方が多いような気がします。ここが返し胴、自分が先に動いて相手に浮かして、まあちょっと何パターンかあるんですけど、ざっくり言うとそういう感じです。なるほど。攻めて手元を上げさせといて、そうですね、仕掛けていくと、はい、先細、先細です。割と先が軽い感じ。そうですね、市内は基本胴張りがいいですね。胴張り、胴張りがいい。あと塚長い。ここの防御屋さんみたいなのがない。ここの防具屋さんで絶対買うみたいなのもない。決まってないですけど、家の近くに発酵堂があるんで。あ、そうなの。もう本当目の前に発酵堂。めっちゃいいね。最高じゃん。そんな感じです。小学校1年生からですね、父が仕事とは別に道場で先生をやってまして、それが大きなきっかけですね。人生通して一番自分の師匠というか、剣道、今の剣道の軸を作ったのはやっぱ父親だと思ってるので、父自身も小さかったので、昔身長がで、私も小学生の時からすごく小さかったので、こう小さいものが不利にならないような戦い方とかも教えてもらったんですけど、それよりもどっちかというと練習方法がちょっと独特だったので、家でのトレーニングだったりとか、子供が飽きないようにっていうので、いろんなトレーニングをすごい工夫を考えてくれて、遊び感覚でできたので、結構今思うとそれは印象的ですね。Attending PL Gakuin Junior High School, a school that has a strong kendo club in Osaka, she started to live in a dormitory. It takes about 3 hours by car from her hometown,
In Japan, it is common for kids to go to junior high school in their hometown. This shows Miyoshi's passion for kendo. そうですね、あの憧れる選手がいて、山本真理子選手っていう選手、今末永真理選手っていうんですけど、結婚されて、あの進学したい中学校が中高一貫で高校で行って、その人のインターハイの試合を見て、こういう風になりたいと思って、で親に行かせてくださいっていう風に頭を下げて行かせてもらいました。不安はありましたけど、なんかそれよりも楽しみって言ったら違うかもしれないですけど、自分はもう行きたいっていう思いだけで、親はすごいやっぱ反対されましたね。ダメだって言われましたね。挫折というか、大学 1,2 年で、まあ、高校から上がって、ちょっと 1,2 年で思うような結果が出なくて、なかなかレギュラーになれないというところで、初めてレギュラーになれないという経験を人生でして、結構自分の中でいろんなポイントだったかなと思います。それでもやっぱり続けようと思ったのって何で？やっぱりふっと想像した時に、じゃあ明日から剣道じゃやりませんってな、学校終わってその後放課後じゃバイトするのかとか、剣道ない生活って考えた時にちょっとゾッとしちゃって、楽しいのかなって。大学の時とかは特に仲間にも恵まれましたし、自分がそう挫折というか落ち込んでる時とかもやっぱり周りに励ましてくれるあの友達とかもいましたし、そういったところでやっぱ続けてよかったなって後々は思いましたね。 Miyoshi overcame setbacks and grew up a lot. She became a regular player and achieved a lot of successWe'll be right back.
Miyoshi and her teammates won the championship. This great accomplishment is the first time since the Women's Kendo Club was established. それ以外は全部地元の工具屋さんで、おずっとそこ？ずっとそこです。おなじみの、あのお父さんがやってる道場の生徒は大体みんなそこです。About a month until the championship, in today's practice, all the team members joined.As the captain, giving advice to the juniors. What is your secret move? The secret is to move the opponent first. Move the opponent. Oh, okay. What did you practice today? So, actually, the game.前試合前っていうのもあるので、まあ、追い込みはやっぱりこう打ち終わった後きつくても気を抜かないとかですし、まあ、技連は技連で試合を想定した攻めとかを意識してやりました。なるほど。今から地稽古でどんなことを意識して、はい、稽古はもう本当に、まあ、試合のつもりでというか1本を取られない取るっていうのを意識してっていうのもありますし、まあ、その中でも修正しなきゃいけないところとかを、まあ、ちょっとずつ修正しつつっていう感じでいろいろ意識しながらやっています。全日本は超人1ヶ月になったんで、ちょっとやっぱりもうここからね、しっかり気合い入れて、試合モードで調整をね、していかないと、やっぱ練習の中でもやっぱ厳しい稽古をして、やっぱ試合に近づかないと、やっぱいいとこ出ないし、悪いとこ出ないんで、まあ、そういう意識を持って、ね、残り1ヶ月やってほしいなと思います。まあ、もちろん目標に向かって一個一個ってのはあるんですけど、まあ、全部出し切るためにどうすればいいとか、あれやっておけばよかったな、あれやっておけばよかったなっていう悔いの残らないような準備をしっかりするっていうので、そうですね、なんで続けてるかって言ったらやっぱ試合が楽しいとか、刺激があるっていうのでずっと続けてるので、まあ、最後に そこを楽しみながら勝つっていうところができるように、っていうのと、まあ、あとは周りから見てあの試合面白いなと思ってもらえるような剣道ができるようにしていきたいと思います。まあ、健康な体に育てて産んでくれて育ててくれて、まあ、ここまでやっぱり続けられたのもやっぱり中学高校大学と私立に通っていたので、まあ、こう続けられたのはやっぱり親があってこそだと思いますし、まあ、周りの支えがそこだと思うので、まあ、最後に、まあ、引退する前にちょっとこう日本一っていうの
実現して、あの形として恩返しができたらいいなと思ってます。Lessen them out until the championship. Her team joined the Tokyo Region World Team match. Two weeks to go. She went back to her hometown to participate in a regional match.And she won the team competition. She's in a great shape. お疲れ様です。大学生の時に試合前とか他にもよく行ってた、串焼き屋に行きます。焼き屋。はい。で、試合前は前日とかは絶対行くようにしてましたね。仕事も3月末で実は退職するんですよ。新卒から入ってもう7年たですね、丸7年って感じです。個人的にめっちゃこれ好きなんですよ。お通しです。これが私の勝負飯です。大学の時はこれを食べて優勝しました。なんかシンプルにここの味好きなのと、まあ、若干の験担ぎはありますけど、私めっちゃ試合前緊張するんですよ。超ビビリなんで、試合の開始戦入るまではめっちゃビビリなんで、なんかそれをなんか出さないようにじゃないけど、一応なんかチキンを出さないようにみたいな感じで鳥食べてましたね。Kyutoku, she's the taisho of the team attending the championship. 鶏肉は絶対食べますね。鶏肉？はい。と米も食べます。あんまり脂っこいものは食べたくないんですけど。鶏肉？スタミナ系とか。はい。前日はそう、ね、はい。私はパスタ。パスタ？パスタがなんかテレビでいいっていう。消化にいいからか。消化にいいというか炭水化物が鼻持ちがいいから。お母さんが。当日は前は本当なんか和食の定食みたいな、ご飯と味噌汁と納豆とか。食べてましたけど、最近はもう何も食べないですね。栄養ドリンク飲んでます。とコーヒー目覚まし飲んでぐらい。なんか食べる朝結構食べる。私はおにぎり2個食べます。人それぞれ。いやだからそれこそ私が引退した後のキャプテンを任せようと。どうですか？思って。だから話したよね。したよね。ちょっとしたよね。まだちょっとそんな正式にバーンとこう。どうですか、その三好キャプテンが。そんなもしてない。リゾット。悲しい。そろそろね。優勝したいね。先方次第的なとこあるよね。若干。若干その流れをどんぐらい持ってくるかみたいな。まあ、正直ある。3人制は楽しんでるね。
まあ、当日は結果はもちろん優勝で日本一を目指しますけど、会場中が私の試合に注目するぐらい、まあ、ちょっとずば抜けた感じを見せれたらいいなと思ってます。はい、一試合一試合に集中して一回でも多く試合ができるように楽しめるようにして頑張りたいと思います。On the day of the championship. Each region has world team tournament, but this is the only national level competition. All Kendo players who belong to world team train hard for today. This is the most important championship of the year, where each team challenges by improving their overall competitiveness over the course of the year. She is giving advice to a player from another team in the same work scheme. This is the last day to fight with this sash. At the start of the match, most players get cautious, but she broke down the opponent by the first move. She took control of the match. By moving quickly and getting into position, she restricts the opponent. The opponent came in wild again. Instead of striking open side, pretended to strike so that the opponent opens her side. She struck Kote once to make the opponent careless, and then she makes the opponent aim at the gap. She struck Kote though, but it didn't become a point. The game was not decided in the short time of 3 minutes, and ended in a draw. As Senpo, she pulled the flow of the game. Tominaga is a tall player. She stands up with upper stance. She uses her legs to be unsure when to attack. She applies pressure, forces her opponent to step back, then strikes into mat. But her opponent does not allow her to strike easily. She kept striking mat, so the opponent aware of it. Stepping into strike Kote, she strikes Kote when the opponent raises her hand, but it was too deep. She attacked all the time, but she was warned and was not allowed to take it. They concentrate, aiming at the end of strikes. What a unique step. Difficult to know when to strike. After attacking, she quickly attacks again and strikes diving men, but it is slightly shallow. The match ends in a draw,
and the team moves on the representative match. It is a representative match between the captain of the team against each other. The opponent struck man at the second. Very good technique, a little shallow. Striking at the exquisite point, but the flag did not rise. But it is not valid because of an improper posture. A high-level match with both sides try to catch off guard. Gently raise the tip of the sword and strike on off guard, but it is too shallow. A quick pote was struck from the bottom, aimed at the point where the hands were floating. Both players were at the high level. The opponent was patient and courageous. In entering the game was the winner. やっぱ相手がどういう相手にもあっても自分のペースどうやって相手に動かされてるか、なんか焦っていってるかみたいなところが注目されるんですよ。あやがやどっちかで自分のペースできた。良かったです。三好 's last match came to the end.頑張ってくれ、これから疲れていてまたご飯でも行こう解散で、はい、いや、めちゃめちゃ悔しいです、めちゃめちゃ悔しいです、ちょっと情けないですね。いつもスロースターターというか、まあ、1、2回戦あんまり良くないんですけど、今日は結構まあ調整もうまくいって、割とやっぱ動いたし、自分でも、まあ、もちろん一本に仕切れなかったっていうのがありますけど、でも流れは作れたかなとは思ったんですけど、なかなかやっぱそう、うん、甘くないですね、勝負の世界は。そうですね、もう、まあ、思い切っていってこいっていうのはもちろんなんですけど、まあ、代表戦ってやっぱ延長無制限なんで、もうどれだけやってもいいから、とにかく気にせず思い切ってやってこいっていうふうには話しましたね。本当はね、優勝したら一番気持ちよかったしドラマチックだったんですけど、まあ、現実なんでそうそううまくはいかなかったですね。ありがとうございます。指導者になろう、まあ、障害剣道って言いますからね、まあ、一旦区切りっていうことで、ちょいちょいローカル大会に現れますよ。暴れてください。はい。結構剣道っていろんな続け方とか捉え方ってあると思うんですけど、もちろん礼儀を学ぶだったりとか、まあ、チームワークだったりとか団体競技だったりとか、もちろんあとは勝負の世界で生きていくだったりとか、いろんなそれぞれまあ、向き合い方があると思うんですけど、やっぱり厳しい楽しいことばっかりじゃない、もちろん競技ではあるので、ただその中にやっぱり私は剣道を通してすごい素晴らしい人生を歩ましてもらっているので、やっぱりみんな楽しむというか、剣道そのものを楽しんで、ぜひもっともっと広めていってほしいと思います。最高ですね。剣道と共に生きてきたっていう感じなので、まあ私そのものかなっていう感じです。Miyoshi has loved Kendo her whole life. Her relationship with Kendo will change, but her life will be with Kendo forever.